皆さん、こんばんは。今日は2022年6月15日水曜日です。6月15日、ウクライナの戦場について報告したいと思います。こちらは、セベロドネツクの周辺で、ロシア軍2名ですね。捕虜となりました。ロシアのクロズヌイっていうところの出身の方なんです。軍人ではなかったんです。 軍に参加されて、2週間の訓練を受けて、前線に派遣されました。現在、ロシア側であっても、ウクライナ側であっても、軍人不足と言いますが、経験のある軍人は少なくなってきました。これはウクライナ側も同じなんですが、10日間ほど訓練を受けて、前線に行きますので、このような状態が続いています。 それから、ロシアは100万人の軍隊は、まあ、軍はいていますと言いますが、しかし、陸軍というのは約50万人です。うちの20万人というのは、まあ、皇帝部隊と言いますが、まあ、つまり、物資のまあ運搬とか、戦車、装甲車などのメンテナンスしますので、それから、武器、あるいは料理などなどの補給もしますので、つまり、 ま正式的なな軍人でではないんです。こちらはリシチャンシク、ウクライナ側の主役軍の状態なんです。セベロトネツクはもし占領されましたら、次はリシチャンシクです。もしリシチャンシクっていう場所ですが、ロシア軍にあの占領されましたら、 まあ、ウクライナのドンバス地域ではありますが、まあ、ルハンシク州のこの地域は完全にロシア軍にあの占領されます。あるいは解放されます。まあ、リシチャンシクですが、ウクライナ軍の守衛軍ですが、まあ、ロシア軍が現在セベロドネツクを占領されて、次はここですと言われていますので、現在ウクライナ軍はここで戦闘の準備をしている状態なんです。まあ、屋外で 寝てていいますす。ので、で常に準備をしている状態ですそして次ですが、向こうライブ。ヘルソンの近くにありますが、向こうライブというところですが、ウクラナ軍はヘルソンに向かっていきます。ヘルソンにあるロシア軍のこの弾薬の倉庫が破壊されました。聞いた話ですが、これは破壊したのはウクラナ軍ではないんです。 ヘルソンに行っている反ロシア派がやりましたと。この1ヶ月間ですが、ウクレナ軍は向こうライブから反撃しました。しかし、ヘルソンに向かっていきますが、しかし、ロシア軍が攻撃すると、ウクレナ軍はすぐに逃げますので、現在、ウクレナ軍はヘルソンまで18キロほどのところで前に進むのをやめました。なぜなら、これ以上に進むと、 ロシア軍の残酷となってきますので、まあ、そこではロシアの重装備、逮捕がやはり撃ってきますので、もっと後ろにありますけれども、そういう重装備ですが、やはりまだ、あの、怖いですと。まあ、現在、ウクレナ軍にはまだ、まあ、ヘルソン地域においてですが、まだ強い武器はないんです。しばらくこの状態は続くでしょうと思います。 こちらはヘルソンとムコライウの間の地域ですが、ウクレナ軍はロシアの工事車両 BAT-2 というものを発見しました。そして破壊しましたが、あの、重い重機のような車両ではあります。非常にあの珍しい車両ではありますので。 そして、こちらはですね、あの、見てびっくりしましたけれども、まあ、ロシア軍もすごいですね、まあ、頑張っているというふうに言いますけれども、まあ、ロシアには BM300 という多連装ロケット砲のシステムですが、そういう攻撃画面を公開されました。現在、ウクライナ側ですね、M777 という米国製の両弾砲、まあケイン あの、牽引式ですが、まあ、牽引するには、あの、引っ張っていくには、やはり自動車が必要ですので、しかし、ロシア側にはですね、やはり自走式ですので、あのそして多連装システムですので、非常に強いですと。あの、アメリカ式でしたら、あの、流弾砲というのは強いではあります。強いんですが、でも、牽引しないといけませんので、まあ、ロシア側は、この、 BM300 という、まあ、多連装ロケットシステムですが、自走式であって、機動性というのはやはり M777 よりはまいいでしょうと思います。そしてロシア軍は車両を止めて、あの砲弾は自動的にまあ充填されますので、まあ、そして発射してですね、移動は可能ですので、まあ、ロシア側はそういう強いあるいは良い砲弾は あまりないんですので、まあ、発射して砲弾はコントロールは不能ですので、まあ、しかしロシア側の砲弾自体が大きいです。そして量も多いですので、現在ウクレナ軍は大変なんです。セレンスキ大統領は言いました。2014年以来、ドンバス地域において、まあ、これは初めてですね、このような規模の戦いとなりましたと。ウクレナ軍は常に移動していますと。 情報の部署は24時間体制で監視しています。そしてロシア軍はやはり強い武器を持っています。でも我々は戦術で勝っていますよと。しかし我々多くの犠牲者は出ていますと。 ウクレナ側は、あの、欲しい武器のリストを公開しました。昨日の動画で話をしましたが、榴弾砲は1000台。今は2000台超ですが、そして多連装ロケット砲は300台です。今はですね、約、これからですね、7台供与されます。そして戦車は500台欲しいですよと。装甲車は2000台欲しいですと。無人飛行機は1000機欲しいですと。 米国の国防長官、オチティンさんはこの情報を受けて発言しました。世界の同盟国、友達と調整しますと、ウクラナに支持しますねと言いました。まあ、現在、155ミリの榴弾砲と、まあ、大量の砲弾を供与、まあ、しましたと。まあ、しかし、他の国も榴弾砲を供与しました。 そういうふうに説明しました。まあ、しかし、具体的にどういうふうに調整するかは、もうすぐ開催されますが、国防長官サミットで討論されるでしょうと思います。まあ、そして、ロシア軍の体制について少し紹介したいと思いますが、ウクフォーライナの戦場において、 1> 約1 0 5から1 3 5の大隊がいていますので、大隊がいています。ドンバス地域だけでしたら約75くらいいています。ロシア軍の体制ですが、一つの大隊には、榴弾砲チームとロケット砲チームがありますので、大隊ですが、大砲というものは20台くらいの規模なんです。つまり75の大隊でしたら、 ま、その、この地域において、まあ、1400号から1500号ぐらいはあるでしょうと思います。また、ドネツクにはですね、まあ、ドンバス地域とも言いますが、そういう新ロシア派の部隊もありますので、前ま、前からもうそういうロシアから、まあ、逮捕と武器はやはりもらっていましたので、そして現在それを全部合わせて約2000台ぐらいあるでしょうと言われています。つまり、ロシア側、ドンバス地域において、 二千台ぐらいの大砲は持っていますと。この大砲というのは、まあ、榴弾砲もあれば、まあ、ロケット砲もあるという意味ではあります。タレントロケット砲もあり,あります。これで計算すると、ロシア側は発射する武器が多いんです。一日一台につき25発ぐらいは発射されています。 しかし、ウクラナ側ですね、自治体の逮捕の向かいにあるのは、ロシア側は15台ほどの逮捕が待っている状態なんです。なので、ウクラナ側は数ではやはり負けてしまいます。もしこれから1 0、まあ、台、えー、行くかどうかわかりませんが、ウクラナは主張としてはやはり仙台欲しいですよ、と、ルダン法。なので、仙台供されました。あるいはこれから先進な報道も供養してくれるでしょうか。 まあ、ロシアより命中率は高いですので、砲弾違いますので。しかし、ウクライナ側には、そういう多連装ロケットシステムはまだないんです。まあ、これから、米国とイギリスは7体供与してくれますが。次、セベロドネツクについて、ロシア軍は市内の中心位置を占領しました。まあ、そこを占領して、重装備も設置しました。 ウクラナ軍はですね、工業の地域まで撤退しました。化、ま、学、あ、向上まで撤退して、そこを、そこから反撃しています。えー、それ以上撤退すると、リシチャンシュクになってきますので、しかし、セベロドネツクとリシチャンシュクの間に川がありますので、川を渡るには3本の橋が今は破壊されました。でも、ウクラナ軍は事前に準備しましたので、まあ、そこでは、 弾薬と食料品はたくさんあると。なのでしばらくは困ることはありませんと言っています。そして箸は破壊されましたが、でも通話とか連絡はできる状態なんです。ドイツの国防長官は言いました。6月14日の発言でしたが、ウクラナ軍はドイツの PZH-2000 という自走式榴弾砲の訓練は終了しましたと。 これからウクーラナの戦場に向かっていきますと。そして射程は40キロの砲弾ですね。供与されます。そして、榴弾砲は7台供与されます。ウクーラナ側はもっとたくさんの武器が欲しいですと。例えば、まあ、榴弾砲は1000台欲しいですと。タレントロケットシステムは300台欲しいですと言っていますが、これに関して、米国の国防次官は言いました。 米国は戦場の情報、24時間体制でその情報を正確にウクレナ軍に提供します。戦場にロシア軍の行動、武器の配置、配置の位置をですね、正確に把握してもらいます。まあ、そうすると、ハイマスは確実に戦場での活躍ですね、期待できます。現在ロシア軍は多いんです。 逮捕の数多い、武器の数、そして砲弾の数も多いです。しかし、ウクレナ軍は数でロシアと勝負する必要はないんですよ、と。米国は戦場の情報をウクレナ軍に提供しますと、正確に確実に攻撃は可能ですよ、と。それから、情報によりますが、現在、米国の衛星、 商業衛星もそうですが、ウクライナの上空にあって、まあ、待機している状態なんです。米国は、ウクライナにある情報の分析、情報部隊に対して、そういう戦場の状況を伝えています。ウクライナには約1000人ほどの情報部隊がありますので、まあ、それから米国からの状況をですね、もらって、衛星の写真、状況を、まあ、情報ですね、分析して、 ロシア軍の行動を把握することです。そして、ロシアの戦車の位置などを確認しますと、ある程度の位置を決めて、無人飛行機で最終確認をしますので、最終確認をしてから戦場にいている、まあ、ウクラナ軍に情報を伝えますので、まあ、計画、理想としては、10台のハイマース、まあ、提供してくれますので、1日12回発射する場所を 変えることはできます。まあ、計算上ですが、一回の発射は30発とします。まあ10、10発で一つのものを破壊することはできるというふうな計算ではありますが、1日36台破壊することはできますと。そうすると、ロシアの戦車、装甲車破壊できますということで、約1ヶ月で1000台ほどは破壊できます。つまり、今、ドンバス地域において、 ロシア軍の戦車ですね、装甲車にしても、そういう武器ですね、約1ヶ月半か2ヶ月くらいで、まあ、終わってしまうでしょうというふうに、計算ではありますが、しかし、これは簡単に計算ではありますので、やはり容易ではないんですね。さっきも言いましたが、ロシア側はこのような、 BM300 っていう地層、まあ、式多連装ロケットシステムを使っていきますので、やはりロシア側にも対策を考えていますので、ウクラナ側はこれからそういうタレントロケット法登場してきますので、まあ、そうすると対策方法としては、ウクラナ側の基地の、まあ、そういう偵察を強化しましょうと、それからヘリコプター遠距離ロケット砲でハイマスを牽制しようと、また ロシア軍もこれから臨機応変の、まあそういう行動で取らないといけません。つまり、 攻撃してすぐに移動しないといけません。今まででしたら、どうせ自分は安全ですので、ウクラナにはそういう自分に打ってくる、打ってこれるっていう武器はありませんので、自分はみんな安心して、一つの場所に集まって、あの、攻撃して、もうそれそこで終わりますと。なので、あの、今は非常に安全な状態ですが、しかし、これはもうダメです。 僕の仲間はそういうあの40キロとか80キロの砲弾が出てきますので、そうすると自分も ロシア軍にすればやはり危ないですので、自分もこれから、あの、撃ってすぐに移動しないといけないんです。そういう状況となってくるというふうに思いますが。なので戦場は、そういう、まあ、強い武器がですね、ウクライナ側は少しは登場されますので、戦場の状態は、まあ、変わるでしょうというふうに思いますが、まだ注目したいと思います。この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。 ありがとうございました。